はい、それではね、今日からこのオートノーツというゲームをやっていこうと思います。プログラミングできる作業ロボットを使って、いろんな作業をね、自動化しながら、少しずつね、この惑星を開拓していくというゲームなんですけども、グラフィックもね、こんな感じでちょっと可愛い感じで、日本語化もね、されててちょっと遊びやすそうかなと思ったので、購入してみました。こういうなんか自動化していくゲームってすごい好きなんでね早速じゃあやっていきましょう。おう惑星スキャン、このシード地みたいなのもありますね。どういうマップがいいかっていうことですか。これどうなんでしょうね。なんか適度にバランス良さそうなっていうとわかんないね。水もちょっと近い方がいいんじゃないの。こんな感じにしてみます。これちょっとなんか変わった感じだな。この辺にしときましょうか。なんか程よくバランスいろいろある感じで、じゃこれでいいや。名前これ変えといた方がいいかな。じゃあ人のにしときますよ。あ、来ましたね。惑星153391456 電話番号みたいな感じしますけど、はい、ようこそ。私はオットでいいですかね、オートノート生活に備えて君を指導するものだ指導役がこれかな。これがそう、ちょっとウサギっぽい感じいいですけど、はい。探索、資源集め、構造物、道具、そして機械の製作、システム自動化の自動化、産業の確立、研究、入植、どこまでできるんでしょうね。ちょっと終わりが分かんないですか。いざ植民しようそうだ京都へ行こうみたいなノリですけど、ね、はい。カメラを動かします。はい、あ、間違えた、なんかおっしゃったよ。はい、こうね、ホイールスクロールで、拡大縮小 X で、リセットされると。目的地をクリックして影のついたエリアに入ると、あ、こうやって開かれるわけね。もっと入る、ここも、こんな感じ。 よし、まずは基礎を説明する。はい、石を探そう。これですか。左クリックで拾う。オブジェクトは一度に1種類しか持てないので、インベントリを有効活用しましょう。石をしまうには Q を押すか。 Q でこっちにしまうと。手が空いてるときにインベントリーから石を回収するには、Q を押す。持ってる手持ちがこれ、カバンに入れるのがこれっていうことね。こっちは何なんだろうね。アップグレードスロー、オルトキーを押しながらポインターオブジェクトの上に置くとオブジェクトで実行できる。オルトを押しながら、バツって出るけど、石は OK 出てる。木は出ますね。石を一つ手に取り、木を見つけてその上で左クリックして伐採しよう。石で採掘できる木には白い輪郭線が表示される。これでいいですかね。切ってる切れた。はい、地面を右クリックすると手に持っているオブジェクトをすべてドロップする。左クリックで拾って右クリックでドロップって感じだね。石は今は必要ないからドロップしてくれ。置きました石ね。はい、よし、基礎は大丈夫みたいだなめっちゃ笑顔だけどね。技術が進化していくに、構造物や機械などの作成に必要な青写真、ブループリントですね、設計図がアンロックされる。アイコンをクリックするか E を押すと、構造物の青写真を見ることができる。はい、これですね。これは、粗雑な作業台。構造物は何もない空き地なら大抵建設できる。作業場を、シンプルが粗雑って訳されてるんだねもういいか。置いて、ちょっともうちょっと大きくしとこう。適当に、じゃあちょっと端っこの方置いておきましょうか。どの辺がいいんだろう。 R を押すと近接前に回転できる。まあいいか、普通の向き、こう置いちゃいますよ。はい、メニューをこれか閉じます。
これを押すと丸太1本枝2つが必要、うん、で、あ、枝をじゃあ拾って2個4つ持てるんかな枝を、うん、拾っとこうよで、クリック2つ残りはこっち置いときますで、丸太を1つ丸太は丸太は1本ずつしか持てないのか大きいやつは1本ずつかうんおできましたねうんジャンプしてるだけでしたけど、はい、よくできたこのシンプルな作業帳では基礎的な道具と部品を製作できる、うん、これをクリックするとあ斧が作れると石と枝石と石もちょっと集めとこうかどうせいりそうだし、ね、4つ1個は大きいもう1個はここに置いときますで枝もねいっぱい散らかってるんでよしはい、うん、残りはここに置いときますあ斧ができましたね初めての道具だはい斧をクリックして拾い上げよう。ちょっと枝を置いて、これで斧が持ちましたね。斧で倒れた丸太を切って、木板ですかね、を作ろう。これ、はい、カン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 。これ何？牧草があるやん。木板を切って柱を作ろう。柱と木板と柱は構造物、機械およびボットの作成に欠かせない部品だ。木製なんですか？ボットっていうのがその自動化できる、まあ、ロボットなんですね、木こりのあれやこりやについて理解できたようだな、うん、もうすごいねチュートリアルがめっちゃ続いていく、うん、基礎的な部品の作り方を学んだところで新しい構造物を建築して作業場を拡張しよう E を押して作業、お写真ねこれボット組み立てスタンドどこに作ろうここら辺作っとくよ。よし。はい。お写真閉じます。これは丸太と木板がいります。もうちょっと丸太いるね。木切る？うん。うん。丸太と、何がいいんだった？丸太2個、木板2個。これを、ちゃうわ。これを入れて、持ったら持てるのね、はい、はいはいこっちも持っていきましょうで木の板があと、3ついるのかここ2枚じゃあ1枚かな木切らないからな、ま、たもうガッツリ切っとくこの辺いりそうだね割と作業はテキパキやってくれますけどこれも自動化できるんだよね。多分なんかそんな感じのこと書いてあったから。そのロボットを作るまでのことなんですかね。3枚。木の板も4つまで持てそう。1個、2個。はい、OK。で、はい。基礎的なボットの作業場が自動化実現への道だ。はい。教育用に新しいボットを作成する必要がある、うん、何がいるんですか、丸太、木板、柱、木の種、うん、結構いるねまた木切らないかいいんじゃ何個丸太木の板が結構いるね柱は2個あるからよしこれをまたさらに切ってうん4枚運んどきましょうか。じゃあ、1、2、3、4。はい。1、2、3。あとはここに置いとく。で、丸太、柱。2個あるし、これもちょっと持っていこうか。柱ね。1個はここに入れなんか。木の種、
まあ、どんぐりですね。うん。と、マルタ。よし。はい。ロボットできましたね。ボットをクリックして、初めて充電してみましょう。充電え、ゼンマイなのえ、じゃネジ巻いたみたいな音したけど、ゼンマイなんですか、このロボット。充電ってことは、でも、電池が切れるってことだよね。自動化が可能になった。はい。新しいボットに、粗雑なものが必要だ。一つ作ると使用。青写真は選択。あとは部品は。石と、まあ、置いてあるんですけど、ちょっと掃除も兼ねて。棒ね。はい。よし。はい。残りの棒を置いて、これを持つ。お互いに物を投げ渡すことができる。ボットが作業してないときに、ボットを右クリック、右クリックで渡す。渡したね。うん。これで木来てくれるの？斧は用意できているかな。スペースを押して、ホイッスルを鳴らすと、ボットの注意を引くことができる。ああ、うん。ピクミンっぽいね、なんか。左クリックすると、ブレーンにアクセスできる。これでプログラミングするわけですね。うん。記録ボタンをクリックしてからボットにやりたい、やらせたい作業をやってみせるんだ。ああ、ボットは君を観察しながらそのコードをコピーするためのスクリプト。あ、そうなんだ。こう、打ち込まなくていいんだね。その、見せたらいいんだ。これ、斧じゃないわ。木を切らしたいわけやから、自分が木を切ればいいってことね。はい。いいの？木を切ります。木に移動を持ってるアイテムを使う。うん。で、繰り返し。OK。で、再生を押す。うん。初めての自動化だ。ボットは電池が切れる道具を壊すか、探知エリアからターゲットがいなくなるまで機能しない。探知エリアってこんだけだけなの？もうちょっと広がらへんのかな。ボットのブレーン。これ？え？に。場所をちょっと変えたいんだ。止めて、ちょっと待ってね。じゃあ、記録をクリックした状態でこうか。探知エリアを、動かせる、動かせる。最大エリア。あ、すごいね。こんだけ。ちょっと待って。あ、ちょっと待って。ここ、まだ明るくなってないから、指定できないね。ちょっと待って、順番を間違えた気がするな。一回じゃあちょっと再生して。ちょっと上明るくしようよ。せっかくやし。ほらほら、まだね、キーあるから。よしよし。これぐらい明るかったら、まあいいですかね。そしたら、またちょっと止めて、作業中に止めちゃった。食べてね。で、記録。これを、全然入らへん。入らへん。この辺でも牧草だしな。まあ、いいか、こっちに合わせとこうか。こんだけね、とりあえず。うん、よし。で、再生すると、この範囲内にある木を切ってくれると、どんどん。うん。どれぐらいで電池切れるんだろうね。よし。これは OK OK ね。よし。で、次は1体目のボットは原料を供給してくれている役立ってるね。どの木切ってくれてるから、また作るのね。要はね、2体目をいいじゃないですか。できました、2体目。はい、充電ね。やっぱりゼンマイだ。シャベルが必要。シャベルは、こっちね。材料は一緒か。石と棒と、石を、はい。
で、やったな。よし。で、渡すんでしょ、またね。で、ホイッスルを鳴らして、これをクリックして、うん。あ、ちょっと待って、自分がシャベル持ってないとあかんことね、これ。見せるために。ちょっと待って、ちょっと待って。ややこしいな。よし。自分もシャベル作りましょう。はい。よいしょ。持った。ホイッスル鳴らす。これ、6記録。土の上で左クリックをして、掘る。たら何ができるんだろうね、クリックしよう。これね、うん、さっきやったやつだ。わしょ。俺この大きさでいいかな。で、繰り返し。OK、再生。はい。あのボットを見てみろ。うん。なんか止まってないこれ。あ、気がないからか。あと少しで自動化された産業を初めて確立できる基礎的な林業だ。ボットをもう一体作成し、木の種の植え方を教えてさ、あ、なるほどね。三台で、木を切るボット、穴を掘るボット、そこに、木の種を植えるボット。三ついるんか。なら、完全に木製やんね。でもね、このロボット。それはそれですごいな、でも。うん、まあ、道理でゼンマイなわけですけど。で、うん、これは種植えるだけだから、別にいいんだよね。道具持ってなくて。記録ボタン、種を拾う、で、適当に植える。間違えた。こうか。種拾う。これ範囲がまたおかしい。よし。合わしといた方がいいよね。こうだな。うん、はい。と、穴がある場所。最大エリア。こうしといたらいい。はい、で、繰り返しね。はい、で、再生。よし。お、これで、一応チュートリアルは完了。一応この自動なんていうの、植林場ができたってことですかね、うん、記念碑、うん、はい、ノートがもらいました。学業の基礎。はい、面なんか教習所みたいだね。で、こうやっていろんな、チュートリアルが続いていくんですね。次は初めての林業ということで。まあ、ここまでじゃあちょっとやってみましょうか。新しい計画と新しく獲得できる終了書。うん、計画はピン止めしてプレイ中に確認する。はい、青写真と関連部品はすべてここにある、うん。なるほどね。ヒントがたくさんあると。で、ピン止めしときます。初めての林業。じゃこれまでちょっと頑張ってやってみましょう。オートノートのトレーニングは終了だ。私は船に戻るが、君のタスクの進捗は見守っているぞ。はい、結構でも、簡単だね。自分で見せて、あとはもう繰り返しとか、それぐらいだけやってくれたらいいんで。なんか、プログラムをこう考えて作る必要ないですね。何これ。あ、そっか。木を、伐採、土を掘り起こす、木の種を植える。もうほとんどやってくれてるやん。木の種植える。あと木を伐採すればいいだけ。どうしたらいいんだろうね、あと。ちょっとこの枝とか、じゃあちょっと集めとこうか。もう全部やってくれるよね。なんか赤いランプ光ってるんだけど、これもしかしてバッテリー切れですか？あったけど。ちょっと待って、ね。そうなんかな。あ、バッテリー。ゼンマイが切れてる。
しょうがないな、木製だからな。じゃあちょっとこの細かいやつを集めときますよ。どうせなんか道具でいりそうなんで、いろいろ石がでもないことない。こうこの辺散らばってるか。キノコとかもありますけどね。1、2、3、4つ、はい、ちょっとじゃあマップ明るくしとこう。もうちょっと拡大しとこう。周りに何があるかちょっと見ときたいしね。そのうち木が育って、これ資源は結構ね広がっていくんだね。星自体は結構広いですもんね。うん、でまあこういうある資源をもとに、硬い岩盤、丸石、石、木はでもさ増えるけど、石はこういうの削らないかのかな。どうなんでしょうね。早送りボタンってないね、あとあ、結構テキパキは動いてくれてるけど。よし、これぐらい広げといたらいいか。はいはいはい。この辺はパピルス、うん、牧草、うん、花。これ手では掘れへんな。まあいいか、石ちょっととりあえず集めるとこ。ふん、動物もいるんだよね。あ、終わった、計画完了。これ別に最初のチュートリアルでやったことができてれば、あとはもう自動でやってくれましたね。初めての林業の記念碑だということで。よし、結構サクサク進みますね。次は加工ブロック。おお、一気に増えた。新たに完了させる計画意識と新たに獲得できる終了証だ。あ、これらで作業を増強できるだろう。まあ、ここから自由にやっていったらいいんでしょうかね。製材と林業と、あと採掘、道具、ロボット工学とかありますね。へえ、まあ、順番にちょっとじゃあね、これからやっていきましょうか。はい。よし。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。割とね、なんてサクサク進められそうな感じ。あ、なんかちょっと待って、何トラブってるけど、何これ、道具がないってこと。これをじゃあちょっと渡してみようか。なんかそんな感じだね。道具の耐久がなくなったのかな。渡してみるよ。おお、あー、うん、うん、当てた当てた。よしよし、そういうことだね。あ、単純に動き止まってるときは赤いランプがついて、でそれはあの全枚巻き直せばいいだけね。でこうやってしっかり働いてくれています。うん、結構面白そうだね。はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回またこの続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。